はい、国王神社に来ています。今日はあの坂戸道港のお祭りということで、今終わったところですね。奉納された感じで、先ほどまで坂戸港の、像があったんですけど、もう回収されてしまって、ちょっと一部だけ拝見させていただいたということですね。奉納、こちらにもですね、かなり人が集まってですね、まあ、祈願祭ということで、まあ、いわゆる戦勝祈願ですね。で、武将と、姫様たちの、少ないんですけど、ちょっと行列と、祈願ということで、こちらで、儀式がありました。と詳しい模様はですね、他のビデオで出してますので、ご覧ください。まあ、今日はすごくいい天気でですね、このような形で、まあ、儀式としてはですね、まだあの関係者の方がいろいろ片付けをしてますけど、儀式としてはこのような形ですね。包丁儀式、武運長久の鯉、実際まな板の上で、鯉が、捌かれて、こちらで、包丁飾り、鯉飾りというものが行われましたね。でこれはあの儀式なんで、この机の上で、まな板の上で、まな板の鯉ということで、こちらで、やりましたね。先ほどそれをビデオでも撮りましたので、まあ、すごい人でですね、かなりあのそういう儀式というか正式なものなんですけど、人気があったという形になりますよね。はい、これは入り口になりますね。あのもうあの特に今これから何かっていうことはないんで、こちらでの、式典は終了と。儀式の方はですね、時間はそうですね、30分ぐらいやってましたかね。まあ、結構長くやる方だと思うんですよね。だからあのこういった儀式っていうのは、この武運長久ってことですけども、まあ、一般的なその戦勝祈願で、武将があのエイヤーっていう感じではなくてですね、まあ、あの古来のやり方にちょっとのぞった感じでですね、こう日本料理のまあその何々流、これ四条流って書いてありますけどね、やっぱ包丁さばきができる、まあ、この専門の人ですよね、まあ、宮司って書いてありますけど、この解説をされていた方、儀式の師範っていう方がいて、まあ、それなりの、まあ、道場ですよね、あの武道とはちょっと違いますけども、まあ、あのかなりですね繊細なやり方でやってましたし、まあ、他のところでも見たことはありますけど、魚、まあ、鯉に限りませんけど、まあ、魚をさばくシーンですよね、それを奉納するということをやってましたね。だから最後の包丁飾りというのが、まあ、一番メインというか包丁儀式ということでですね、やっていたということになりますよね。はい、以上です。